ある日イエス・キリストが復活し、奇跡を起こし歩いてたけれど、教会の大神門がなぜ今更出てきたと。それなら初めから奇跡を起こし、ダメな人間救ったらみんな従った。奇跡じゃなくて自由を与えられ、苦しむ反面に奇跡の前では人間は奇跡の奴隷に。自由な意志の新人を求めても、弱い人間従いたい、先にパンちょうだい。だからわしら与え導き支配した、神より奇跡求める人間を惑わすな、さもなくば火炙りにするぞ。イエスは微笑んで彼にキスをして立ち去った。切り抜き文庫、今回のお話はカラマーゾフの兄弟、大神門館より